はい、どうも、こんにちは。高須幹也です。今回なんですけれども、私、高須幹也がですね、毎週水曜日に、銀座に新しくですね、移転した銀座高須クリニックに、診療することになったんですよ。毎週水曜日。なので、せっかくなんでね、ルームツアーっていうか、クリニック院内ツアーっていう形でですね、動画を一回り回したんで、それのね、紹介をさせていただきたいと思います。で、まず、エレベーター乗って、降りてですね、入り口から入って、ここね、まず体温チェックして、で、Wi-Fi ね、フリーですんでね、ご自由にお使いくださいと。ここ、高須幹也診療スタートって書いてますよね。で、すぐここ、コスメが並んでて、待合室があるんですけど、とにかくね、このクリニックはすごい広いんですよね。ものすごく広くてね、豪華な作りになってて、で、待合室、もう、パートごとにですね、仕切りがあって、もうプライベート重視です。で、前列、後列、並んでて、患者さん同士が、顔が合わないようにね、目が合わないような構造になってて、で、それぞれ、充電できるようにね、USB と普通のコンセントがあって、で、後列の方には、前の方に画面がありまして、ごめんなさい、これ普通のテレビの放送じゃなくてね、クリニックは治療のね、ご紹介をさせてもらってますんで、結構患者さんこれ見てね、こういう治療があるんだってね、いろいろ分かってくださるんで、いいと思いますけど、で、前列ですよね。前列にもコンセントと USB がありましてね、もうご自由にですね、スマホを充電しながらね、Wi-Fi 使っていろいろやってください。で、とにかくね、この待合室がね、広いんですよね。患者さんが、やっぱり東京ってね、人口が多いんでね、患者さんが多いんですよね。やっぱり名古屋とかに比べてもね。で、これ見てください。これマジでね、プチバブルです。これ。ジュース、コーヒー、ココア、コーンポタージュ、リアルゴールド、もうすべて飲み放題です。これマジでプチバブルですんで、これマジでおすすめなんですよ、これ。もう無料ドリンクバーでございますんでね。結構コーヒーとか紅茶とかね、美味しいんで、僕もだいたい診療するとき、1日でね、5杯は飲みますね、必ずね。で、ぐるっとまた外側一周するんですけど、ここはね、レーザールームですね。レーザールームがいくつかあって、これはミラドライかな。脇が多汗症の治療のやつだと思いますね。あと、脱毛とかね、いろいろシミのレーザーとか、それぞれレーザールームがたくさんあって、レーザーの機械もね、一通り最新のね、一番いい、大体世界で一番いいね、機械をそれぞれ揃えてますんでね、ご安心ください。で、続けてね、外側ぐるっと一周回るんですけど、ちなみに、外側ぐるっとね、一周回れる構造になってて、一般の患者さんでも、そう、ぐるっと一周回れますんで、で、ここ、パウダールームですね。パウダールームもですね、結構たくさんありまして、やっぱり治療した後ね、治療するときにメイクを落とすんで、帰り、ちゃんとね、メイクをして帰れるように。術後メイクできる治療とできない治療があるんですけどね。レーザー系の治療なんかは、皆さんメイクして帰ることが多いので。で、これリカバリールームですね。リカバリールームもですね、いくつかあって、結局手術終わってですね、すぐ帰るんじゃなくて、ちょっと回復するまで待つと。ちょっとフラフラするとか、あと、静脈麻酔とか、あと全身麻酔で手術した後なんかもね、術後ちょっとフラフラしたりとか、ぼーっとすることがあるんで、回復するまで待つためのお部屋で、これはね、テラスフォーマーですね。これ座ってブルブルってやる治療なんですけど、これまだね、僕自分で受けたことないんで、また今度機会があればね、ご紹介したいと思います。で、続けてここ、レーザールームかな。ここスタッフオンリー。なんかね、スタッフオンリーっていう部屋がね、やたら多いんですよね。ただ、今回ちょっと開けるのまずいかなと思って、女性のスタッフが多いんで、勝手に開けて、なんか、映しちゃまずいものがね、映ったらまずいかなと思って。で、トイレですね、レストルーム。トイレもね、たくさんあります。5つぐらいあるかな。ガーッと。これもね、トイレもね、最新式のね、トイレを置いてますんで、高級トイレ。はい。もちろん、便座は温まるし、自動で開くし、ウォシュレットとかもね、ついてますんでね。あと、こっから奥はちょっと映しちゃいけないんで、
引き返しまして、またぐるっと一周回って、ここはですね、まあ、レーザーとか注射のとか手術の治療の前ですに、あの患者さんに待っていただくところですね、あの治療の部屋の前にそういう座るスペースがあって、ここは手術室ですね、オペルーム。ここはね、あのリクライニングシートで、まあ、ヒアルロン酸注射とか、あの小さな、ね、処置をするところで、まあ、手術室とかレーザールームが、ね、たくさんありまして、ここのオペ室は、ここはね、二重の手術とか比較的ちっちゃい手術をするお部屋ですね。でその前にもちゃんとプライベート重視 の、ま、あのお待ちいただく空間があって、あとあの大きな手術、包茎手術とか全身の脂肪吸引とかやる、大きな手術室もありまして、でまたねスタッフルームがねやたら多いんですよ。なんかスタッフオンリーっていう部屋がやたらあるんですけど、何があるんですかね、マジで。はい、僕ももしよかったらもう自分のミキアルーム作ってトレーニング機材置いたろうかなと思ってるんですよ。あのパワーラックとバーベルとダンベル一通り置いたろうかなと思ってるんですけど、あのその部屋が僕のためにあるかは分かんないんですけど、ないと思いますけど、まあ、もしあったらね、バーベルとね、懸垂する台ぐらい置こうかなとは思うんですけど、ここもまたパウダールームですね。さっきのと反対側にあるパウダールームで、その奥は、そうですね、その奥、ここはミーティングルーム。まあ、これスタッフのミーティングとか、あとまあ、マスコミの方とかね、あとウェブの会議したりとか、まあ、いろんなミーティングする部屋もいくつかありまして、ここは VIP ルーム。に VIP ルームってね、あの実際にはですね、あの芸能人の方とかね、もう絶対に他の患者さんにあの通ってることが絶対にバレてはいけないっていう、あの芸能人の方とか、あとは政治家の方ね、政治家の方もね、絶対にあのバレたくないという方とか、あとまあアラブの王族の人とかね、あの顔を合わせたくないっていう人がお忍びで来るといらっしゃる時に、使わせてもらうお部屋でございますね。でここは診察室1で、あの一応僕がね使わせていただいている診察室でございます。まあ、今後はねこのお部屋で YouTube のね撮影とかもねしていこうと思いますんで、ここがね僕の診察室なんで置いといてください。僕の診察受ける方はね、こちらのお部屋でさせていただきます。でここまた出て、でまたね入り口の方に戻っていくことになりますけど、こっち側にもねまたトイレがありまして、こっち側にトイレ3つありますね。1つ2つ3つ目、この3つ目のねこのトイレ、これ見てわかる通りですね、あの車椅子の方でもですね、あの使うことができます。中すごく広くしてありますんで、このトイレはですね、自慢のトイレですね。広くて快適に使えるトイレでございますんでね、ということでございます。トイレ一つ一つもね綺麗なんで、やっぱトイレがね綺麗ってねすごい大事だと思うんですよ。やっぱり飲食店行ってさとかでもトイレが汚かったらげんなりすることってあるじゃないですかね。なので、ここは VIP ルーム1ですね。ここはあのアラブの王族専用の VIP ルームでございますね。いろいろ皇太子とかね、王様とかね、いろんな方がねいらっしゃいますんで、やっぱり東京ってね本当にいろんな方がねいらっしゃるんで、まあそういう方のためのねお部屋もございますんで、はい。でしてまたぐるっと一周戻って、これでぐるっと一周でございます。はい、まあっていう感じで、中広くてぐるっと一周一般の患者さんでも回れて、あと中にあの受付とかね、診察室とか手術室とか、あとスタッフ の休憩場とかね、カルテ室とかいろいろあるっていう形でございますので、まあ患者さん、一般の患者さんがねぐるっと回れるところだけ紹介させていただきました。で、もうこの日はね診療終わった後の撮影なんで、このまま帰ります。はい、だいたい東京駅からね歩いてね10分か15分ぐらいかな。だから僕
いつも東京駅からね歩いていくんですよ。まあ、基本的には僕はあんまタクシーとか使わない派なんでね、歩くのが好きなんで、全然お散歩がてらね東京駅から歩いていけますんでね、あのタクシーでも歩きでもどちらでもどうぞ。でエレベーターね、これ夜景をね、銀座の夜景をね楽しみながらね、これで帰ることができまして、でエレベーター降りましてって感じですね。でこれキラリと銀座っていう大きなビルにあるんですけど、まあ、こっち側の入り口にありますんで、なるべく分かりやすいように高須クリニックって書いてあるところのエレベーターから乗ってください。キラリと銀座っていうビルがまた見た目がですね、なんかギザギザしててね目立ちますんで、初めての方でもね分かりやすいと思いますんで、キラリと銀座に入っておりますと。はい、ということで、でこのままね歩いて東京駅に帰るんですけれど、まあ、帰る途中でねすごい綺麗なねクリスマスツリーを見つけたので、はい、ついでに撮影しました。ということで、ではまた。